まずあの新しいスポーツの魅力と同時にです、ね、それに取り組んでいるアスリートが見せる人間のやっぱり挑戦する姿そして人間の可能性こういうものをです、ね、あのファンと人たちと共有することによって日本のやっぱりスポーツの土壌ですよねこれを豊かにしていこうということが一番大きな狙いであるということが一つ。でもう一つは,です、ね、やはりあの超高齢社会を迎えるにあたって いつつつ一のの機能を失うつの機能能能をを失失うう二可能性は誰もが持っているわけですよねそういう時代の中で果たしてあのそういう例えば障害を負ったりとか一つの機能を失っているような人たちにとってのこの町は果たしてね町として優しいのかそして人として優しいのかあるいは人々の意識っていうのは大丈夫なのかっていうことを問いかけることによってやはり超高齢社会をどういうふうに 多様性を持った生き方ができる社会に変えていくのか、あるいはそのいろんな人たちとの共生していく意識、そして何の違和感もなく接していく意識、そういうものをですね作っていけるんじゃないかという部分が二つ目の狙いということになりますね。あの最初の狙いで言ったねスポーツとしての魅力これがまず一番なんですよね。そしてスポーツに対する魅力というものをどう伝えていくのか。 これは非常に難しくてですね過去のやっぱりパラリンピックの開催都市のケースを見てきてもやはりスポーツとしてちゃんと受け入れたその土壌というのはロン,ドンしかかなないいんじゃないかとでやっぱりロンドンというのはスポーツの,その見方とか楽しみ方とかあるいは自分がやったりとか応援したりとかっていうやっぱり文化ですよねスポーツを文化としての土壌があるからパラリンピックをスポーツとして応援したりとかスポーツとして楽しんだりとか。 そそういういいことががすすんんなり入っていくんですよファンがそれが、ね、日本に果たしてできるのかどうか現時点ででではまだできないですよねやはり新しいスポーツっていうものよりもやはり障害者のスポーツっていう,こう前提条件として入ってきますからスポーツとしての魅力やそこでアスリートの凄さとかアスリートの,そのドラマとか人間ドラマとかっていうあのこちらが伝えようと思ってもなかなかそこに行く前に物珍しさであったりとか。 あるいは自分とは全然違う世界だっていう引いた視線とかそういう部分があってなかなかねやはり本来の,そのスポーツとしての魅力っていう部分に行く前にやっぱりいくつかのこうなんていうかですからそれをどう取り払っていくのかっていうのがまあ時間はないんですけれども2020年までにまずやんなきゃいけないことじゃないかなということで試みているんですこれが意と難しくて。 あの一般のスポーツであれば見ている人に対して今自分が伝えていること目の前に起こっていることのここがポイントですよとかこういう勝負ですよこういうドラマですよってことを伝えればそのまま伝わるんですけれどもパラスポーツの場合はやっぱり見ている人がどこまで理解しているのかどこまで分かっているのかどういうものに興味を持っているのかっていうことが分からないですしそして実際にやっている選手たちの思い そういういいことも完全に救い取りきれないそんな中で今、まあ、中継とか試みているわけでこれは先はかななり長いなとそして単純にテクニカルの問題としてもテレビで例えば伝えば伝るとそうなった時に今のスポーツだったらかなり見せるところとか実況するとかっていうのが出てくるんですけど見てる人は分かんなければもっとラジオのようにねものすごく喋って伝えた方がいいのかそれとも本当にその。 あの見てる人たちにとってここがポイントですよっていうところでピンポイントでやっていいのかそれともそもそもこのスポーツはっていうルールの説明を長時間割くのかっていうのはね今まだ全然わからないリオデジャネイロであれだけ現地から NHK が中継しましたけれどもやはりみんなまだ手探りというか終わった後本当にこれでよかったんだろうかと。 でその反省会とかでやっぱりみんなで持ち寄ってやっぱりこうやってやった方がいいんじゃないかっていうまだ試行錯誤の段階ですけれどもやっぱり伝えるっていうことそしてそれをスポーツとして伝えること人間ドラマとして伝えることさらにはその持っているこの人間の可能性ですとかあるいは誰もがこういうことにこういうあの競技にね関わることもできますしあるいは関わることになるかもしれませんよっていうそういうこととか。 やっぱりものすごく伝えたいことはいっぱいあるけれども伝わることがまだ少ないそして伝えようと思っている相手に対する受け入れ体制これもやっぱりまだまだ全然整っていないというのが今現状ですよね。もう意気込みは間違いなくそうですよね意気込みはまさしく「ロンドン!」を超えるぞという意気込みで伝え手としてはみんな取り組んでますけれどもまあ正直言って。 あのロンドンの後のパリ <laughs> 2024年までは少なくとも同じような試みをやってあのそこの頃にやっぱり日本の,そのパラリンピックのというかスポーツの土壌そのものをねそういうふうになっていけたらいいかなっていうのは現実的な目標としてはあるかもしれないですけどただやっぱり日本で行われる東京で行われるやっぱりパラリンピックその開会式前日まではそういう努力を最大限やっていこうというのが今 我々の仲間の思いですね。